白根は、海上自衛隊の護衛艦。白根型護衛艦の一番艦。艦名は、白鵬三々にちなむ。白根は、昭和50年度計画5200トン型ヘリコプター、搭載護衛艦2403号艦として、石川島張間重工業東京第一工場で1977年2月25日に、寄港され、1978年9月18日に、 浸水、1980年3月17日に、収益し、護衛艦隊に直轄艦として編入され、横須賀に配備された。これ以降、知らねは、当時最大の護衛艦であったこと、機関設計のため VIP を接遇できる、公室等の設備を備えることから、外国艦艇訪問時のホストシップ、政府関係者の視察受け入れや、各種広報協力等を行い、 また、艦艦式においては、国際艦艦式も含め10回にわたり、艦越艦を務め、国内外を問わず露出の多い艦だった。1981年3月27日、第1護衛隊軍第51護衛隊に編入。1983年3月30日、第51護衛隊が廃止となり、第1護衛隊軍直轄艦となる。 1984年3月30日、第1護衛隊軍機関となる。2004年1月から同年9月までの間、改造工事が施され、サム管制用射撃式装置は、WM-25 から、国産の81式射撃式装置2型から12に、発射機は、国産の GMLS-3 に換装され、 合わせてミサイルは RIM-7M となった。これらはいずれも2003年11月に除籍された、護衛艦、菊月に搭載されていたものを、のしたものである。2008年3月26日、護衛隊改編により、第1護衛隊軍第1護衛隊に編入。2009年3月18日、護衛艦、ヒューガの収益に伴い、 第3護衛隊軍第3護衛隊に編成替えとなり、舞鶴に転席となる。以後、同基地を低傾向とする。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東日本大震災に対し災害派遣される。2015年3月25日、後継艦である護衛艦出雲の収益により除籍。 関歴の中での走行程約79万回り、走行会時間数約8万時間に及ぶ。フリートウィーク2012参加時の姿1982年、1988年、1998年、2012年に艦隊平洋合同演習に参加。1982年、1985年、1987年、 1993年に、米国派遣訓練に参加。1991年7月1日から31日に、かけて、夕霧、甘霧、は、間霧とともに、フィリピン方面会場実習に参加。1995年7月1日から8月4日に、かけて、夕霧、山行き、瀬戸、霧とともに、フィリピン方面会場実習に参加。 1999年11月7日、横須賀周辺を呼び、相模湾にて、在外法人等輸送訓練を行う。この訓練では他に、村雨、天霧、浦賀、戸和田の艦艇、陸上自衛隊からは、第一空艇団で編成された誘導隊が参加した。1999年8月2日から4日にかけて、瀬戸雪、利根と共に、 韓国富山を訪問、4日から5日にかけて、東、シナ海において、初の日韓共同訓練を実施した。2003年9月4日から8日にかけて、サミダレと共に、ロシアウラジオストックを訪問、8日には、ウラジオストック沖で、日露共同訓練に参加。2005年8月4日から28日まで、 シンガポール周辺海域で実施された拡散に対する安全保障構想会場阻止訓練に参加。2012年、リンパック参加に先立ち日米桜寄贈100周年記念式典及び米英戦争200周年記念式典に参加。フリートウィーク2012参加後の撮影。改装以前に比べ MFCS 及び GMLS が完走され、 着艦標識が新方式になっているのが確認できる2013年、アドミムヘイドル MM 実動演習に参加。これは、同年6月18日より、ブルネーにて、東南アジア諸国連合加盟国と、日米中ロ間の、計18カ国が参加した初の合同演習で、知らは、海上自衛隊の SH-60J と、陸上自衛隊の UH-1J を搭載し、 参加。演習内容は、大型台風による被害からの救援を目的としており、自衛隊からは他に C-130 輸送機も参加した。2013年12月、若狭湾北方海域で実施された日露合同捜索救難訓練に参加。2014年3月21日から4月22日にかけて、朝、雪と共に、 平成25年度概要練習公開に参加。海上幕僚幹部では浸水直前、山岳名でもある、旧海軍の混合型戦艦からの命名を希望し、その旨を海上幕僚長から、当時の防衛庁長官だった、金丸神に進言したが、金丸はこれを知りけ、自らの出身地である、白根町から取って、白根とすることを強引に命じたため、 このような変則的命名となった。海上自衛隊は、艦名の由来を、白鵬三山からとしていて、また、白鵬三山の北だけが、白根山とも呼ばれているが、これは、俗称で、国土地理委員が正式な三名や三丁名を、白根山としているのは、日光白根山と草津白根山のみである。白砲散山や日光、草津以外にも、白根山と、 俗称される山岳は日本国内に複数あるため各地の地名を関して区別されている。白根は2007年12月14日に横須賀基地に停泊中に火災事故を起こし戦闘式所内の危機器を全損している。2007年12月14日午後10時19分頃無人の CIC より乗組員が発見、初期消火に当たるも沈下に至らなかった。 知らね、海上自衛隊から、横須賀市消防局への通報は行われず、火災に気づき、不審に思った市民からの通報により、消防局が海事へ問い合わせを行っている。午後11時35分頃より、横須賀市消防局が、消火支援に当たり、完全沈下は翌午前6時19分であった。火災発生当時、戦闘式所が無人であったために、 初期消火が遅れたことが指摘されている。さらに内部構造の複雑さも相まって沈下までには約8時間を要し内部のコンピューターや景気類が全損状態となった。火災の宅区画への炎症は防がれたが消火活動による放水で CIC の一つ下の区画に冠水被害が発生した。当初は CIC のレーダーの液晶ディスプレイが 火災の火元とされていたが、調査の結果海上爆量幹部、事故調査委員会は CIC に無許可で持ち込まれ、管内の電圧に変圧されていなかった中国製の保冷温庫の加熱が出火原因となったと推定したが断定していない。タジアンと合わせ、海上爆量長や艦長などには言及処分が下されている。2008年12月15日午前、 横須賀港内で護衛艦知らねと作業船が接触したが、双方ともに怪我人は出なかった。2007年12月の火災事故で、同艦は指揮通信系統をすべて交換しなければならなくなった。修理には約2年程度、費用は約200億円かかるとの暫定的な見積もりが出たことから、当初、防衛省と海上幕僚幹部では、 平成20年度末除籍予定の春名型護衛艦、春名を延命させ、白根を除籍させる方向で検討していた。しかし、春名の艦隊の老朽化も進んでいたことから、春名の指揮通信系統移植による修理の方が短期かつ安価になることが分かり、こちらによる移植修理が行われた。マイナス3の実爆試験用艦型標的となる。 予定だったため、マイズル東港 GV に係留保管されていたが、2015年11月14日、所要の改造を施すため、j m 誘引の島工場へ向けて栄光され、マイズルを後にした。艦型標的改造工事を終えたもと、知らは、2017年3月に江田島まで栄光されしばらく係留された後、同年4月28日、 再び最終母校であったマイズルに入校した。以降実爆試験が終了するまで、マイズルクレインブリッジ付近の岸壁に経留しており、海軍ゆかりの港巡り遊覧船の引き上げコースの便で間近に見ることができた。サズムマイナス3の標的として、若狭湾で数回試験を受けた後、解体地へ向かうために9月4日にマイズル港を出港し、9月7日に猛事港に入港した。 この際、関門海峡通火事に潮に流された、元調べは26号東不評に衝突し東不評は沈没した。海上保安庁が出動し、文字港に着岸後、調査を行った。文字港を出港後、再び、江田島経流地に係流された。10月31日に、艦型標的として売り払われ、同日より解体開始。なお、 本館偽装品の一部が、舞鶴地方総監部内の委託食堂、知らね、食堂店内に展示されているほか、同店の食卓の椅子は、本館の司令公室、士官室、専人階層室にて実際に使用されていた椅子を、そのまま使用している。主怒りが、舞鶴基地に隣接する赤レンガパーク駐車場の一角に保存展示されている。富士山を背景に、 右後方から除籍席後、東、舞鶴港 GV に係留中の下、白根、ね、実感標的改装後、ありがとうございます。